自己消費の熱、発熱量、ワット数を全部計算すると。じゃあ R0 と R0 分のそれが N 個分の1 N マイナス1分の1が直列になってますね、これ。そこに V、その抵抗でに I が、それに、I が流れて、で誘導起電力がちゃんと V っていうふうになって状態にしなければいけないので I が分かるので IV を求めればいいんじゃないでしょうか。こうやってやると、N-1 分のR0 プラス R0 だから N-1 分の N-R0 で I=V 割るこれ、でこれに V を書いてやる。で P イコール IV イコール NR0 分の N-1VR オメガ L の事情。ですね、はい。ちょっとタイムを超えてしまったって形ですが、でも等価回路を書くとしょうもない問題になってしまいます。等価回路を書かないとうっかりミスをしてしまったりするの で自己消費を求めてます。これは負荷のエネルギーっていうのを考えているわけではないと。でどういうふうに落ちるのが、抵抗を通じて、誘導起電力で誘導起電力の電圧まで、電荷を、キャパシタンス C のコンデンサーに蓄えた時に平衡状態になった時までに、その後は電流流れないのでロスもなくて、何も流れないという等価回路で言うとこういう R0 があって、で誘導起電力があって、でキャパシタ C つけて、これはあの V イコール R オメガで回すことによってできている誘導起電力 V イコール BR オメガ L ボルトで、これをこうI で充電していきます。その時になんで、これのした仕事が、平衡状態で I が0になるまでの仕事が QV でいいのかっていうことに対して、ちょっと不思議な感じがするのは、ここに熱がどん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 発生していくのに、Q とマイナス Q の電荷をチャージアップするってことは、0から Q まで Q の電荷を V ボルトまで持っていく仕事をするっていうことから、ここに蓄えられたエネルギーを引くとここのロスになる。じゃあ抵抗をゼロにしていくとここのロスはなしだから、抵抗ゼロの極限の時にも半分しかならないっていうのは、どういうことだろうかっていうのがあるけど、まあ直感的にはリニアで考えれば電流が抵抗小さければどんどん増えていくので、電流の
その積分 I=R が0になると電流が無限大にまで増えていって最初でピークでポーンとパルス状の一瞬にしてそのこれの半分が一体どこに行くんでしょうねっていう熱がにならないんだったら一体どこに行くんだというという意味でそれがちょっと腑に落ちないんですけどそれで最後時間が5分もないんですけども、今思い出せる知識でこれの応答を考えてみたいと思います。なんでそんなんやつ要するに求めたいのは V は一定で VI のこの、言ってみれば0から無限大なんですけどね本当はまでの全部の積分を求めたい。YVDT そうするとそうですね仕事だからジュールパーセカンドかけるセカンドでそれがあの電池が起電力がこう充電してあげるまでの仕事です。で Q イコール CV という関係が常にあってというわけじゃなくて CVC イコール Q なんですね。で DQDT は充電してこの方向の I です。で I ということはここの V っていうのは V イコール CVC プラス IR0 なんですね。で、で、こいつを微分してやると CDVCDT イコール I ですね。だから I をちょっと VC に変えてやると CVC、これ、E にしておきましょう。記号を増えたときの準備で。プラス CDCR0DVCDT になって、こういう微分方程式になります。で、電流の微分方程式にしようと思うと、電圧から、できるのかなこれ電流の仕組み AC これを積分するとこんな風になっちゃうね。ある時間までの0から T までの初期条件を含めた、初期は0だから0から T までの C 分の I を BT で積分したのが VC なので電流であえて入れようとするとここっていうのはこれが積分が入ってくるだけで扱いづらいので VC を見ていくと。で VC が0から VC が0から V E ですね E になるまでのこれを見たいと時にでも I でやってるのでVI を積分したかったらこれ E だけどでここに流れで I が変化するので I について解かなきゃいけないですね。でした仕事はあるいは IR0 プラス2分の CVC の事情がそのあれなんでこいつを積分してやってもいいと。で I のそうした時には I の単独で何か解いたやつを積分しなきゃいけなくてあでも I っていうのは E-CVC 小文字に変わっちゃったけど CVC を R0 で割ったやつだからこの I はこうなるし VC は VC の式になりますね P がだから、これは見方を変えるとどんどん増えていく側になっていくと